ウガダムは、広島県広島市浅北区、大田川水系高山側に建設されたダム。高さ31.5メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、間の平発電所に送水し、最大24,500キロワットの電力を、発生する。戦前の間の平発電所大田川水系における、 水力発電は1912年7月、広島電灯、亀山発電所の運転開始に始まる。その後、照明や工場機械の電化に伴い電力需要は増加。1916年には、大田川の水不足も、相まって亀山発電所だけでは、電力需要をまかないきれない状況に陥っていた。広島電灯は、水力発電に加え火力発電も併用して、 電力供給に努め、他の電力会社を吸収合併するなどして勢力を伸ばしていった。その頃、同じ電力会社として広島県において勢力を二分していたのが広島呉電力である。第一次世界大戦の影響で工場の電化が一層進んだことと海軍の町として発展していた呉市で営む電気鉄道事業が同社の好調な経営を支えていた。 しかし、第一次大戦終結後にもたらされた不景気が、両社の経営を悪化させたことから、両社は1921年8月12日に合併し、広島電機が設立された。同社は発電所の新設並びに老朽化した発電所の更新によって、経営の合理化を図っていくという方針のもと、水力発電所として最初に建設が着手されたのが、 大田川発電所であった。これは、亀山発電所の上流に建設するもので、日立製作所製水車発電機を3台設置。大田川から16.7リッター片メートル毎秒の水を取り入れ、47.3メートルの落差を利用して、最大6000キロワットの電力を発生するものである。工事は1923年7月に着工。 1925年6月に運転を開始した。こうして完成した間の平発電所であるが、その裏では推理券をめぐる争いがあった。1917年、広島電灯は、マノダイラ発電所を含む大高和上流の推理券を出願した。そこで競合したのが、日本窒素肥料である。同社の社長、野口従うは、広島に、 科学工場の開設を計画し、その創業に必要な電力を賄うため大田川の水資源に着目していた。広島電灯の取締役でもあった野口下川は1919 19年、広島電灯社長に取り入って、水利権の出願を取りやめさせ、2社の共同出願という形にして、改めて出願した。こうして得られた水利権であったが、 発電所は一向に建設される気配がない。水利権は2社の共同出資の下設立され、野口が社長を務める中国電力に移管されていたため、開発を進めたくとも手を出せずにいた広島電灯、及び広島電機は次第に野口に対する不信感を募らせていった。広島電機との不和を察知したのか、野口は中国電力を島根県の電力会社、 出雲電機へ合併させ同社に水利券を売り渡した広島電機は、出雲電機が大田川に水力発電所を建設し、これを足掛かりにして、広島へと進出してくることを恐れた。広島電機は、出雲電機と交渉し、高額な料金と引き換えにしてでも、出雲電機から水利券を借り受け、発電所を運営することを選択した。 こうした状況は1933年、裁判で、両社間に和解が成立するまで続いた。その後、大田川水系は上流に大泊ダム、縦岩ダム、タルトコダムといった、人造湖が、次々と建設されたことで、流境は一変。真野平発電所地点での大田川の、年間平均河川流量は19.2、立方メートル毎秒で、発電所の使用水量7.6。 立方メートル毎秒を大きく上回っていた。そこで1958年3月、中国電力は水資源をより有効に活用すべく、マノダイラ発電所の再開発工事を着工した。新たに水路を敷設し、20リッター片メートル毎秒の水を上流の基地が瀬発電所放水路及び、大田川の支流、水内側から取り入れて発電所まで導く。 水路の途中には調整地として、ウガダムの建設が計画された。水を一時的に蓄え、電気の多く消費される、時間帯に集中して発電できるようにするためのもので、ある。発電所には新たに、水車発電機を一台増設し、ウガダムから最大33立方メートル毎秒の、水を得て、最大1万5000キロワットの電力を発生させる。 工事は1959年10月に完成した。これにより、マノダイラ発電所全体の出力は2万4 0 0 0ットとなった。なお、1986年6月25日には、さらに5 0 0ット増強し、現在の出力は2万4 5 0 0ットとなっている。広島自動車道、広島北インターチェンジから、 大田川沿いの国道191号を上流に向かって進むと、対岸に間の平発電所が見えてくる。水圧鉄管が1本しか見えないが、山の斜面にはもう1本の水圧鉄管が埋設されている。かつては露出水圧鉄管が3本あり、3台の小型水車発電機へと水を送っていたが、再開発により水車発電機が1台の大型機にまとめられたことで、 水圧鉄管も一本のみとなったようである。発電所を過ぎて間もなく、大田川に合流する支流、高山川の上流に、宇賀ダムがある。高山川は、宇賀橋と呼ばれる峡谷を形成しており、宇賀ダム上流に豊かな自然環境を残す。宇賀ダムの下流には、水道橋が架かる。これは、宇賀ダム完成以前から間の平発電所へと水をつなげている水路橋である。 ありがとうございます。